どうもー、ぶしけんです。今からチムニョンのお医者さんに行って、もしかしたら一日入院が、今日からなくなるかもしれない。今日の診察次第で、その先生の判断でもう大丈夫でしょうってなるか、もうちょっと続けましょうかってなるかっていう感じです。よし、そして帰ってきたらこのちっちゃかめっちゃかのお部屋を片付けます。掃除しないとな、1週間掃除しないとこんななっちゃう。よし、ちま行こうか。行くよ、ちま。そう、お利口さんだよ、ちま。はい、はい、こう。今日でなくなるかもよ、ボリンが。今診察が終わったんですけど、ダメですね。もう今日はとりあえず1日入院で、もうちょっとなんですけどねっていう感じですね。まあ夕方また迎えに行きます。チマニョンが、入院してる間に、お掃除するか。しっちゃかめっちゃかになってるからな。よし、ついでにこたつを出しましょう。お掃除完了。こたついいですね。今日チマには入院から帰ってきたら潜り込みますよ、これきっと。だって1時になっちゃったな。お昼ご飯にするかな。紅葉がすごい綺麗。ちょっと手入れするかな。じゃがいもがぐんぐんでかくなってきてる。流木ももうあれですね、アク抜きはこんな感じにして乾燥に入るかな。こっちのやつもまだあるんですよね。